はい、こんにちは、ゆきです。前回の動画で成績が伸びない子の勉強法を話したので、今回はそれの続編ということで、また講師をやってた私の立場から見て、これじゃあちょっと成績伸びないんじゃないかって思ってしまうような生徒さんにありがちだった勉強法を2つ公開していきたいと思います。ということで早速動画スタートです。ではまず成績が伸びない子の勉強法の3つですね。英単語や公式をひたすら書いて覚えること。で、前回の動画でお話ししたノート作りを頑張りすぎる勉強法にちょっとつながるところでもあるんですけど、いつも講師をしてて思ったのは、書く勉強をしすぎてる人が多い。英単語100回書いても覚えないでしょって思ってたんですけど、みんなただただひたすら書き続けてたんですよね。でやっぱりそもそも書くっていう作業は一番疲れるし、時間もかかってちょっとコスパが悪いです。なので英単語100回書くんだったら5回口に出した方が絶対覚えるし、ちょっとその自分がやってる勉強が本当に効率がいいのか考え直してもらいたいなと思います。一度同じことをひたすら書くっていう勉強から離れて、ちょっと声に出すとか違った方法で何か暗記をするように心がけてみると、一気に勉強が早くなるかもしれないです。はい、では成績が伸びない子の勉強法の特徴4つ目です。すぐに丸付けをしない人。これ結構見落としがちだと思うんですけど、問題集を例えばどんどん解くじゃないですか。よし今日は20ページやったぞって、じゃあこれから丸付けかっていうのはね、あんまり良くないんですよ。その時にはもう初めの方で解いた問題覚えてない方多いじゃないですか。一般的に宿題とか問題集とかを解く時に、自分に本当に力がつくのって、解いてる最中よりもむしろ答え合わせをしている時だと思うんですね。もうスラスラ解ける問題って、別にそれを解くことで能力って新しくはつかないじゃないですか。で、なんだろうな、これわかんないなってなった問題を答えを見て解説を読んで、あ、そうやってやるのかって、これがインプットですよね。なので、一生懸命問題を解いても丸付け答え合わせをしないっていうのは本当にもったいないと思います。なるべく一問一答とか解いてすぐフィードバックを自分にできるようなやり方で勉強を進めていくのがおすすめです。私は試験の練習をするために、試験形式で一斉の背で問題を解く時以外は、基本的にはほとんどのものを一問一答形式でやってましたね。やっぱりその方が頭もフレッシュなうちに回答解説を読めるし、勉強の効率が良くなると思います。なのできちんと、そしてなるべく早く丸付けをするのがおすすめです。はい、ということで今回は、講師を長年やってた私の目から見て、これじゃ成績伸びなくないって感じざるを得なかったお勉強法の特徴をお話ししてみました。結構お話ししたやり方に当てはまるようなやり方しちゃってる子も多いと思うので、ぜひね、自分の今の勉強のやり方をちょっと見直していただいて、より短時間でよりたくさん学べるようなお勉強に切り替えていってもらえるといいなと思います。今日も聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。